アルミ箔、アルミ箔、アルミ箔はアルミニウムでできた箔である。俗に銀紙と呼ばれることがあるが、正確には銀紙とはアルミ箔に紙を裏打ちしたものである。これは折り紙として使われたり、タバコの内包装として使用されたりする。日本ではアルミホイルと英語風に言うこともあるが、英語圏にはこうした略称はない。アルミ箔は単体。 あるいは他の素材と組み合わせて、車高、赤外線反射、電磁遮蔽、酸素遮蔽、耐油、耐水、耐熱の機能を活かして多様である。暑さによって、食品容器、長期保存飲料容器の内壁、錠剤パッケージ、保温容器、電子機器内壁の電磁保護、タバコなどの防湿用包装剤などに使用される。家庭用アルミ箔は、 製造工程の特性で白膜にした時に微細なピンホールが残り酸素が透過できるため、食材の酸化を長期間防止するには25マイクロメートル0.025ミ、mm、リメートル程度のものが用いられる。最初にアルミ箔を製造を販売したのは1910年、スイスのアルミ製錬会社 J.G.Near&Suns とされる。 それまでの食品保護などに用いられた鈴の白膜が接触部分にわずかながら鈴の金属食味、つまり金属の味を感じさせてしまうことに対し、ほとんど食味変化のない材料であるアルミニウムに置き換えられた。アルミニウムのエンドレス圧延の技術は1907年に J, G, レイヤー＆サンズとドクター・ローバーが開発に成功した。アルミ箔はでは 厚さ 0.006mm から 0.2mm のアルミニウム圧塩素材と定義されている。実際は 0.2mm から 0.005mm までのものが作られており、家庭用アルミホイルでは 0.015mm から 0.02mm の厚さのものが販売されているアルミ箔は紙やプラスチックフィルムに比べて酸素や水蒸気といった気体を通しがい性質。 ガスバリアー性と遮光性がある。また、転生に富むため容易に極く薄い白に加工でき、白となった後も柔軟なため折り曲げられてもすぐには断裂しない。表面にできる酸化被膜のために、この表面を除けば酸化が進行することは通常ないため、長期にわたり表面の光沢が失われることはない。イオン化傾向が大きいため、口に含んだ時に口内に、 他の金属があるとき電力によって特有のピリピリした感覚を感じるときがある。日本では一般家庭用のものについて食事用、食卓用または台所用のアルミニウム箔という分類、名称で家庭用品品質表示法の適用対象としており雑貨工業品品質表示規定に定めがある。一般的に食品用、 ラップフィルムと同様に紙筒を芯として巻き取り、紙箱に収める形態を取るが、ティッシュペーパーのように四角形に裁断して、箱に収めたポップアップの形態を取る製品もある、とホイールという。ラップフィルムと同じく主に食品を扱う際に使われ、食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする。ラップフィルムより、光や空気、水分を通しにくいため冷蔵庫。 冷凍庫に入れる食品を包むと保存性が高まる上、ラップフィルムと違いある程度の耐火性があるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使われるほか、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きという調理方法がある。ただし電子レンジにアルミ箔を入れ調理すると火花が出ることがあるのため、避けるのが望ましい。アルミホイルの類似品として、クッキングシートがある。 金属のアルミホイルと紙のクッキングシートでは、性質が異なり、向き不向きも異なるが、用途によって、アルミホイルの代用として、使うことがきる。アルミホイルの加工品として、アルミカップがある。また、厚手のアルミ箔を容器にした鍋焼きうどん、ガスコンロの汁受け部分のカバー、使い捨ての換気扇カバーなど二次的な製品も多数、開発され、暮らしの役に立っている。 薄手のものを紙と貼り合わせ、湿気を遮断するために、タバコの内包装にも用いられる。和紙や薄用紙と貼り合わせ、折り紙の用紙として用いられることもある。これを俗に銀紙と呼ぶが、厳密には銀は使われていない。また、アルミホイルから動物などのメタリックな立体作品を仕上げたり、叩いて銀色の球体、アルミボールを作ったりする美術、芸術用途もある。 アルミホイルをハサミで切ると、ハサミの切れ味が回復する。これは、ハサミの刃先に、構成刃先という現象が起こるためである。アルミ箔は、アルミ素材メーカーでの加工と、アルミホイルメーカーでの加工の2段階で製造される。アルミ素材メーカーでは、まず防気サイトから精錬によって、純度99.5%から99.7%程度のアルミインゴットを作る。 このインゴットを溶解した圧縁用をいかい、スラブを作り、面作加工を経て、一度摂氏660度程度まで加熱する。アルミニウムの再結晶温度である摂氏400度以上になったスラブは、熱間圧縁によって厚板に加工され、さらに室温まで冷えたアルミ厚板は、多段の冷感圧によって 0.4mm の薄さまで加工される。 圧縁機のロールで圧縮されることで硬化したアルミの白磁ロールは電気炉で一度摂取350度程度まで再加熱されて焼きなましがなわれて軟化され同時に圧縁時についた油が蒸発、除去される。一本約8トンの白磁ロールはホイールメーカーへ送られる。これ一本で最終製品11万7千本相当となる。アルミ素材メーカーから送られてきた白磁ロールは 特に薄い箔を製造するために高速4段圧縁機のような高い圧力を生み出す特殊な霊感圧縁機によって 0.4mm から 0.025mm まで徐々に箔にまで薄くされる。この圧縁機はキスロール圧縁機と呼ばれ、2本のロールは単に一直線に接するだけでなく圧縁対象物であるアルミによって起きるワークローの断性変形分を含めて設計されている。 これらの加工では、白地1本で1時間かかり、0 0 2 5ト、mm、ルのアルミ箔は最高で1 2 5 0ル、噴霧の速度で巻き取られていく。圧縁機に供給される前に15機、ダブラーによってアルミは2枚が重ねられ、間に圧縁油が噴霧されて、圧縁を剥がしやすくされている。最後の圧縁工程では1枚0 0 2 5ト、mm、ルのアルミニウム箔が2枚。 15圧縁機にかけられ 0.012mm まで一度に圧縁される。圧縁後は分離機、セパレーターで2枚に剥がされる。2枚のアルミはそれぞれ1枚にロールと接触する外側とアルミ同士が向き合う内側の面が生まれる。ロールと接触する外側面では圧縁ロールの平滑な研磨面がアルミ箔に移し取られるために光沢を持った面が生じる。 反対のアルミ同士が向き合う内側面では圧縁油を介してアルミ箔同士が自由に変形するために微小な凹凸が生じて光を乱反射する白っぽいつや消し面になる。例えば3枚を重ねれば中央では両面つや消しのアルミ箔が作られ生産性も向上しそうだが中央の箔は変形のコントロールが難しく血管が多くなるために実用化はされていない。 圧煙油には灯油に近い低粘土の香油が使用され、高速度での圧煙を可能にしている。約1日半の間、焼きなまし加工を兼ねた、小丼と呼ばれる、電気炉による、摂氏300度の加熱工程によって圧煙油は、虫除去される。製品とするために小さく紙の芯に巻き取って、切り分けられ、箱に詰められて販売される。2005年、厚生取引委員会は、 価格カルテルを結んでいたとして、大手アルミホイル製造メーカー6社に対して、独占禁止法違反による排除勧告を行った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。